シロップひろしです。松島亮です。ジョーカーひろし、どうも。ラッパへの道、はい、何なんでしたっけこのジョーカーってやつ。俺この前それ調べたら出てきたんだけど、それ忘れちゃった。誰のやつでしたっけ。いや、まあ別にいいんじゃないですか。いや、誰のやつだったっけ。いやいやいや、いいですよ。休憩ってやつでしょ。そうです。今これ練習してるんですけど、なかなかうまくできない。芸人さん、ジョーク。いや、なかなかうまくできないんですよ。リンダカラーの人。お、違う。そこまでたどり着きましたか。そうだよね、確かね。いいよ、もうなんか変な感じになっちゃったよ。たどり着けないのになんか探るのよくないですね。本日は、はい、プロフィール文章ができました。出たー、はい、そっか、なんかあれだ、なんか例えみたいな、ラーメンのような音楽をとかいうやつでしょ、はい。まあ、ミュージシャンのプロフィール文章というのは、うん、往々にして意味がわからないと。骨太なロックサウンドとかってな。そうですね、まあ、やっぱり音楽をね文章で表現するのは難しいってことなんだと思うんですけど、うん、なんでその伝統にのっとって広志どーものプロフィールを私は書いてきましたので、ありがとうございます。これを、まあ、広志さんに一回朗読してもらおうかなと思って、心を込めて読み上げてください。じゃあお願いします。1950年代のジャマイカでメントやカリプソ、アメリカの R&B などの影響を受け、オフビートを強調したリズムが特徴のポピュラー音楽スカが発祥した。そしてしばらくしてヒロシは生まれた。その残悔のような肉体からはとても想像できないが、その声はイザナギとイザナミの間に生まれ、山の総元締めといえる自然神で、山は数々の恵みをもたらすことから恵みの神として金運や商売につなげられ、また娘のこの花の昨夜姫が結婚をした際、宴で酒を振る舞ったため酒造りの酒造の神という面もあり、雄大なイメージもあり、軍神としても崇められるなど幅広いことでおなじみの大山積みの神くらいのでかい、そしてチーター10匹分のスピードで発せられるツッコミは一度聞いた者の命を確実に奪うと言われている。本業の漫才で培った声のデカさとツッコミの速さはまるでリズム感のようにラッパーのラップに生かされている。ハムスターの回し車のように常に回転する頭脳、人に好かれる犬のような性格、実はトマトが好きだという過激な一面もあるのだが、ビリヤニに使う米みたいに細く長いプロジェクトの背景には総合演出とアートディレクターとして松島亮 EXMC 松島が参加している。今後も発表されるであろうバスマティライスのような作品から目が離せない。わかるかおい、これ、はい、ずっとわかるかおい、これどうですかね。どうですかねじゃねえんだよ。もうメントやカリプソからずっとわかんなかったからね、こっちとら。まあこれはまあ、まあスカの元になってる、まあ、ジャマイカの音楽ポピュラー音楽なんですけど、メントやカリプソ、まあ、それしばらくしてヒロシは生まれるっていうのは、それヒロシさんには全く関係ない。関係ないですよね、はい、関係ない。大体こういうのはバックボーンの、例えば親の影響でこういう音楽を聴き育ったとかでしょ。なんかジャンルの名前いっぱいまず冒頭に入れるのと年代とかをまず入れるので、あ、これはミュージシャンなんだなっていうのを表現してみました。よくなんていう解釈しないと分かんないもんね。あ、なんかそういうルーツちゃんとしたやつなんだなって、なんかさらっといっちゃうみたいなことね。そうですね、うん、確かにいける。ヒロシさん80年ぐらい、1982年ですよ、82年生まれは。じゃあね、まあ、50年代の30年後ぐらいにヒロシが生まれたというのをまずこの伝えたいこと。何にも関係ない音楽のね背景をただ言ってるだけですけど、まあまあよしとしましょう。なんとなくごまかしてるぞってことですね。で次は、声のデカさを表現してるパートなんですけど、うん、これどうですか。その残儀のような肉体からはとても想像できないが、もうこっから全部わかんないんだけど、何この神様のさ、なんか神社のあの説明書きに書いてあるやつでしょこれ全部。まあそうですね、イザナギとイザナミとかさ、なんか大山積みの神っていう、多分、まあ、日本神話に登場する神様ではでかい方だと思われる。私も知らないんですけど実際のサイズ、の神のサイズ比較とかあんの、はい、こいつそれぐらいの大きさの声が出てるよっていうのを伝えたかったんですけど、まあ、声のデカさはねやっぱり僕の特徴でもありますから、はい、もし炎上するとしたら多分ここですね。ダメなんだよ、だったらよ炎上の要素日本神話めんなや、ガチ勢が切れる可能性あるかもしれない。神ガチ勢、はい、神ガチ勢勘弁してよ。大丈夫ですかね。嫌だって俺そんな詳しくないから嫌なんだって俺そんなさ。でも日本神話って
ダメなんですかね。なんかでもナルトとかでもこういうなんかイザナミとかイザナギとか出てくるし、ね、うん、ワードね、なんか大丈夫かなと思ったんですけど、あれでしょ、あのモンスターストライクとかでも出てくるじゃん。あ、じゃあ大丈夫ですよ。いや大丈夫、もしも炎上したらごめんなさいって、ごめんなさいじゃない。いやそんなごめんなさいのとこいいのよ、そんななんか前衛的に振る舞わなくていいのよ、俺なんて内申点でやってんだから。ここはでもね、あの日本神話のワードとか出ることでやっぱ深みを、深み凄み、はい、持たしてる、これ大丈夫。ほとんどこの大山積みの神の説明に割いてるっていう。で次がツッコミのスピードをチーター10匹分っていう。いやこれはツッコミとしてはね嬉しいですよ、やっぱりチーター10匹分のスピード、うん、ただ別に10匹いらんすけどね、チーターのようなんで良かったですけどね、10匹分でやっぱそれこそ凄みを、そうですね、出しましたね。あとこれ実際あの声はあの時速1200キロなんです、音は。実際に10匹分なんです、ね、チーター。マジの、はい、あそうなんだ。だからこれはまあ厳密に言うと誰の声もチーター10匹分の速さではあるっていう。ありがたみな。でもちょっと動物を入れてこっから動物も出てくるよっていう楽しい感じのプロフィールにしたかったんですよね。なんかあれですね、逆にじゃあこれは掘り下げたら紐解いたら全然すごくないけど、ちゃんと科学的な根拠がある、関係ちゃんとここだけなんかしっかりしてるんだ、裏取りがされてると。一度聞いたものの命を確実に奪う、まあ、チーター側のねなんか目線ですけどね。あとこれもまあ科学的根拠はやっぱありますから、ね、あるかい、これ全員死にますから、ね、100年後には。これ嘘は言ってうう、ね、全く嘘ついてない。まあまあまあ生きとし生けるものってことですね。なんかよくあるミュージシャンのねプロフィールでなんか二度と忘れないとか、なんか一回ライブ見たらめっちゃ盛り上がるみたいな、うんうんうん、絶対ファンになっちゃうみたいなのは科学的根拠ないけど、ここはありますか。私たちはちゃんとエビデンスありますと。あ、ここもエビデンスあり、裏取りあり。で次が、音楽業界文章あるあるみたいな、ねじれてる文章っていうのを表現しましたね。本業の漫才で培った声のデカさとツッコミの速さはまるでリズム感のようにラッパーのラップに生かされている。別にさ、これでリズム感をなんていうんですか、研ぎ澄ましているとかリズム感の研鑽に役立っているとかでいいじゃん。何リズム感のようにって変じゃねこの日本語。変なんですよ。これが音楽業界の、まあ、文法ですよ。文法これなんだ、はい、誰の何が何っていうラッパーのラップに生かされているっていうのがこれ。いやこれ変だなと思ったんだよな。本当に松島さんの文章って俺思ったんですよ。いやこれ何ラッパーのラップに生かされてる、ダッセー文章これ。音楽あるあるですよ。これ伝統なんで、やっぱそこはあの、ね、歴史に対してリスペクトというか、ね、なんかかぶらさってるよね、なんかその頭の髪の毛的なさ、何ラッパーのラップ。ああそうですね、いらんのよこれ。で次もまあここはあのひろしさんのこう立ってのリクエスト、立ってのじゃないリクエストゾーン、もう、ね、急にだってさ、なんか下ごしらえもなく降ってくるからな、ハムスターとか好きな動物だって聞かれたから答えけど、何これハムスターの回し車のように常に回転する頭脳。いやいやよく思いついたねハムスターから。いいですよこれ、悪くないですよこれね。人に好かれる犬のような性格、これもやっぱりね人懐っこいでね、やっぱやってますから。実はトマトが好きだという過激な一面もあるのだが、これが分かんない、ここが分からないのよ。変な文章あるのだが点点点丸で突然あの語り手が出てくるっていう、ここで今まで一応オフィシャルの文章みたいななんとかであるとかって言ってたのに突然筆者が出てくるっていうのが思わせぶりだ、なんかこのあるのだがっていうのはいいかなと思って、文章が続くみたいな、いいですよここなんか。トマトが過激でもなんでもねえでしょ、もうでビリヤニに使う米みたいに細く長いプロジェクトの背景には総合演出とアートディレクターとしてあの怠米みたいなことね、あの長い米ね。そうですね、これはまあなんかあってもなくてもいいかなと思ったんですけど、一応広志どう思ってやっぱプロジェクトじゃないですか。そうですよ、一大プロジェクト。なんでアートディレクターっていうことにして私が参加しているっていう。ね、またあんた本当にそういうね、なんかそのアーティストぶりやがってっていうところ出てますよ、ここにもね、しっかりと。総合演出ってもう知り合いじゃ絶対いないですよね。いないよ本当に。これもまあ言っちゃえばね、そうなんで。いやかっこいいですよ、これだけでなんかね箔がつくというかね。金持ってなくても総合演出ですから。
金持ってなくてもアートディレクターですから。おい突っ込んだ、失礼だろ、突っ込んだ、いいね。いや金関係ないだろ、総合演出してんだから。いやいないよ、総合演出で金借りてるやつなんて、マジで。いや金借りてない、借りてない、その日のうちに返して、返した。借りてない。ここちゃんと否定するよね、ここちゃんと、うん、いや金、むしろ金貸してほしいっすよ。まだ借りてないですか、その日の。まだギリ借りてないからね、はい、まだやっぱり、うん、酔い腰の銭を貸してください。いや松島さん史上一番ダサかったんだよな。あのすいません、ちょっと言いました、あの給料前借りしていいですか。うわぁ、若いな、やがるやったんで、今後も発表されるであろう、うん、バスマティライスのような作品からは目が覚ます。いや、わかんない、もうメントやカプリソぐらいわかんない。いや、バスマティライスはビリヤニに使う米なんですよ。いや、もういいじゃん、知ってる、ビリヤニに使う米みたいにっても言ってるからいいじゃん。知ってんのかいっていう、またあんじゃん同じ言葉。そうですよ、知ってんのかいっていう、知ってる、あのボケなんですよ。突っ込めないって、これ突っ込める突っ込みいないって。いやいや、これビリヤニに使う米と同じ、知ってんのかいって言わないよ誰も。まあ、樋口さんは突っ込めないよ、これ、まあ、突っ込めなかったということで。いや誰も突っ込めない、ノブさんでも突っ込めないよ、千鳥さんも突っ込めない。これを方々にね載せていきたいんですけど。いや、いいと思いますけど、はい、ちょっともうちょっとね揉む必要ありませんか、これ。ちょっといたずらに長いというか、この特にねこの神話の神様のところちょっといたずらに長いですよね。まあでもこんぐらい言わないと、その大山積みの神をみんなわかんないかなと思って。言ってもわからんって。多分でかいんですよね、できる、わかんないけど、神様って大体できる、人間型だからわかんないですけど。人間型なの、なんか普通のなんか棒持ってるやつですよ。大山積みの神なんかで、それもめっちゃイメージできてなかったけど、そんなにでかくないかもしれないですね。まあ大山ね、このなんか字面がねでかそうだけど、はい、いやだとしたら全然意味ないからね、この文章。それでいやでかくないかもしれないですけど、だともうこの6行マジで1個もいらないから。そうかもしれないんですよ。いやだから申し上げてるのよ、それをずっと。俺はその時に言ってもらわないと。いやいやいや、あ、俺がこれ突っ込めなかったの、はい、いや、でけえかどうか分かんねえなって、もっと大きいわーいって。いや、なんか分かる。俺も読みながら震えてたんだから、ちょっとこれはつど突っ込むのか、つど突っ込むのか、それとも全部読んだ後にあのおさらい的に突っ込むのかとか分かんないから、言っといて。確かにね、それは立て付けね、あるじゃんそういうの。なんかお笑い的にはその一回全部見て、そっからちょっととこれどうなんすかねって突っ込むやつあるでしょ、バージョンね、うんうん、そうだと思ったから、もう怖いのよ俺。じゃあ一回見た後に初めて読むふりして、うん、もう一回突っ込む回撮りますか。ヒロシトーコラッパエナイチ、ヒロシトーコラッパエナイチ、ヒロシトーコラッパエナイチ。